んたと組めたのはラッキーだったぜ。それじゃ俺はこれで失礼するぜ。個人強すぎたんだ。あの女ただもん。そんなこと言っちゃってさ、本当は見とれてたんじゃないの？あの人すっごいセクシー。ん？お姉様、あの方たち。ん？すまんのお主たち、ちょいと道を。ああ、ごめんねおじ。姫よ、で。ええ。ハンフリーに気をつけなさい。ハンフリーに気をつけなさいって、もしかして今この町で話題になってる行方不明事件のこと。今グロッタでは大会に参加している闘士が次々と姿を消す事件が起きているそうです。もしハンフリーさんの身に何かあったら。行方不明事件なんて初めて聞いたぜ。いや、お前はパートナーのハンフリーのとこへ行ってちょっと話を聞いてみてくれ。
んただったのか。悪い奴につきまとわれてるかと思ったぜ。最近行方不明事件とかあって物騒だろ。ちょっとピリピリしてたんだ。まあ立ち話もなんだし、中に入ってくれ。おかえり、ハフリー兄ちゃん。お前たち、いい子にしてたか。うん、その人誰。この人は大事なお客さんだからな。邪魔しないで、いい子にしてるんだぞ。ここは俺が生まれ育った孤児院でな。舞踏会で稼いだ賞金をやりくりして、俺は舞踏会で勝って勝って勝ち続けて賞金をか、まあ腕の立つあんたがいることだし、今回も優勝は間違いないだろう。ありゃもうこんな時間か。ところでお前、俺に用があって来たんじゃん。今俺の部屋の方で物音が。間違いない、俺の部賊に入られたか。賊め、俺の大事な孤児院に盗みに入るとは、いい度胸してや。とにかく今は明日の試合に集中しよう。そうだ、今日は遅いし、明日の朝になったら起こしてやるよ。決勝トーナメントに備えて。起きろ起きろ。よし、起きたな。早速。
候補の日グロッタが誇るお色気美人コンビビビアンです。サイダリアです。お色気美人コン両友並び色香に惑わされるなよ。決勝トーナメントまで勝ち上がそれでは始め。行くわよ。やってやるぜ。ぶちかわす。行くよ。いよいよ大会も大詰め。ハンフリー、ルーキー対戦チームはレディーマッシブ。おおレディーマッシブ。アンダハッサン。やっぱり勝ち残ると思ってたわよ。今こそこのシルビ。いや、このレディーマッシブとどちらが上か白黒つき。お、なんだ。おお、知り合いじゃないわよ。全くもって知り合いじゃないわ。だって。そしてこっちがマスクザハンサム。やれやれ、賑やかな人たちだな。ともかくやるからには真剣勝負。手は抜かないから覚悟しなさい。無論だ。
気にしないでくれ。試合前にこいつ。さあ、行くぞ。それでは、始め。先生どうぞ。勝負よ。気をつけろよ。美しき雨。ハンサム。はあ、なんと。ぶちかす。なんと。おや。これぞ我が美学。熱いわよ。これぞ我が美学。シアント。はあ、はあ、危ないキスよ。これが真のハンサムだ。はっ、くなんか。やったな、相棒。そこまで、操作。このシルビ、いや、レディマシブを打ち負かすなんて。でも、あなたにだったら負けて悔いなし。最高の勝負ができてよかったわ。アディオス、トゥ。何だったんだ、あの人は。皆さん、お待たせいたしました。勝ち上がった、ハンフリー。優勝候補の筆頭、堂々とした歩きぶりです。まさしく王座の貫禄。ローマルティナチー舞台に。あまり動かない老人と豪客一戦の女闘士。俺も格闘家の端くれだ。こいつらの強さをひしひしと感じるぜ。姫よ、見たかね。はい、待ち。さあ、勝てば優勝だ。さて、お手並み拝見じゃ。それでは、仮面舞踏会決勝戦始め。